ってみたんですけどね、もうハウジングがね、なんかちょっとおもろいですね。なんかしようかなと思って、一回録画使うとボタンを押そうとしたらね、あの電池の残量がねもう1になってて、あのなんでなんでしょうか、寒いからなんですかね。で電池おかしいなと思って取り替えようと思ってね、蓋を開けたらですね、上のこうフックのところで元が壊れてしまって折れてしまってみたいで、ハウジングの蓋ができなくなってしまいました。で急遽コンビニに入ってもうセロテープで留めてるんですけど。セロテープでね止めて、さあ出ようかなと思ったら立ちこけですよ。まあ立ちこけというかね、乗ってなかった、乗ってなかったかな。焦ってねコンビニへ入ったんですよね多分。でニュートラルに忘れて一足に入ったまま止めてたんですね。でそのままエンジンかけてしまったんですよ。これそんなことしたらこけますよね。バイクだけね進もうとするしね、セルで、でスタンドは外れて、でもエンジンもそのまま止まって、もう何なんですかねって感じですよね。もうんだかって感じ。まあ幸いね、エンジンガードつけてたんでね、そのダメージはもうほぼそのエンジンガードぐらい。まああとちょっとマフラー擦ってましたけどね。撮れてるかな今日の。おっと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 、くっそ、やっぱ、バッケーブ。
どうしようかな。これはもうエンジンがある。ギアが入ってた。焦るとダメですね。大体乗ってない状態でエンジンかけようとするのがね、こういう時に限ってちゃんと取れてるの。さあ、ちょっと気を取り直して、YouTube にこういう立ちこけのシーンをね、皆さん上げてらっしゃいますけど、本当ね、自分はこうしてねこかしてみると、皆さんの気持ちが本当にあれですね、痛み入りますね。いけないんですけども、こればっかりは自分がやらかしたことなんでね。